はい、じゃあ次の呪物がこちら、ナーンプライでございます。ネックレスタイプになってるということですかね。はい、あのいつでも持ち歩けるようにというような考えがあるんですが、今黒子さんに見えてるのがこの後ろの写真ありますよね。これは実在した人っていうことですか。まあ、クマントンとちょっと似ているのが、まあ、遺灰を使って作られてる。だけど赤ちゃんではなく女性で、この女性というのが、30年ほど前にカンボジアの高級ホテルで強盗にあって殺されてしまった方なんですね。事件の後ホテルにこの女性のすすり泣く声がずっと残ってしまって、もうちょっと幽霊騒ぎになっちゃったんですね。そこにタイの南部のお坊さんがやってきて、お坊さんと霊の対話が始まって、そのままねずっと悲しんで怒りにもうずっと満ちた状態になってると、ピーターイホンになってしまうよと。ピーターイホンというのは悪霊という意味なんですね。でタイだとその特に若い女性が不慮の死を遂げた場合にピーターイホンになりやすいというふうに考えられていて、だから向こうで若い女性が、自殺しちゃったりだとか殺害されちゃったりすると、遺族が、ピーター予報になってしまうんじゃないか、あの子っていうふうにすごい心配してお寺に頼んで、遺灰のそういうお守りになってもらうってことがたびたびあるんですが、まあ、今回の場合はそのカンボジアのホテルで殺されてしまった女性を、まあ、タイのお坊さんが、じゃああなたをこのあなたの遺灰でお守り作るから、その中に入って人のために役に立つ死後のね、ちょっと生き方っていうのも変なんですけど、をしてみないかというふうに提案して、まあ、この中に入ってもらったら、そのホテルでの怪現象もなくなったと言われてる。だから、この中に、その女性の幽霊がずっと宿ってるというふうに言われている、お守りでございます。あ、ということは、結構複数個あるんですか？あ、そうですね。ほう、そのうちのお一つを実際にお持ちで、今日ご持参をいただいたっていうことなんですよね。はい。いやそれはまあお守りというジャンルになるわけですよね。はい、お守りだけどやっぱりその中に女性が入ってて、たびたびこう助けてくれるというような働きをしてくれるという言われのあるお守り。なんか黒子的にはですよ、黒子的にはプラマイゼロになってしまうような気がするというか、精神的にはむしろマイナスぐらいにまで落ちる気がするんですけども、しっかりその分取り返すぐらいお守りいただけるんでしょうかね。まあそこがまあタイだとその入婚した時のタイのお坊さんの力量だとか、あと持ち主との相性とかいろいろあるというふうには言われておりまして、まあ僕もね、どちらかというとその異例の思いもあってうちにいてもらってるというか、とりあえずはまあ人のためにっていうことでこうなってるけども、うちではとりあえずくつろいでくださいねと。まあそんな感じでいつでもうちではお供え物を、まあ備えてまして。だからうちではね、もうお供え物してる場所が20箇所になってしまいました。ちょっとよくわかんないんですけど、20箇所まあお供えしてる箇所が家の中にある。はい。それだけ多くの呪物をあちこちにこう、お祭りというか、しているからってことですか？まあそうですね。お寺ほどね、ちゃんとした祭壇とか作ってるわけではないんですけども、一応高い場所にあった方がいいとか、結構、呪物ごとにあったりするんですね。低くてもいいよとか。だかそういうところは結構、大事にしつつ、ただ、うち呪物もかなり多すぎて、一人一つっていうのが難しくなってきたので、クマントンちゃんたちはじゃあ、4人で一つね、みたいな形で、4人じゃないな。もう結構任せて、一人ずつ頼むって感じで、みんなで分けてくれって言って20箇所になっちゃってる感じなんですよね。はい。なるほど。こう、呪物収集家の不思議な生態系を垣間見た瞬間でございました。では、次の呪物に行きましょうか。はい。はい、じゃあ次の呪物がこちらになります。手の形をしてるんですが。ちょっと、またなかなか見かけないものですね。はい、これ、冥皇都編と呼ばれてるんですが、まあ、わかりやすく言うと、幽霊の手という、はい。まあ、冥とつくので、まあ、向こうの女性名詞がその冥ってつくので、これ、まあ、女性の手ということになるんですが、女性の幽霊の手。まあ、過去に、都市ボーイズの早瀬さんがうちのチャンネルでですね、P 名ナークについてお話をいただいてますけども、あの時のこう、冥ですね。
そうですね。P、その P が幽霊とかお化けとかという意味で、メイが女性という意味で P、メイ。で、ナークが女性の名前。で、構成になってるんですけども、これはメイコート編というものでして、で、ここはサイコロ入ってますよね。これがギャンブルの運をつかむという意味合いがあるんですね。ギャンブルまで幽霊頼みなんですね。そうなんですよ。タイのお守りのすごいところは、人の死体の素材を使って、なんか尊い、なんかその言われがあるにもかかわらず、効果としてこのサイコロを入れてね、ギャンブルに強くなりますよとか、そういうものがお寺で売られたりしてるんですね。そこがまたなんかこう、タイらしいというか、物欲にすごくなんかこう、従順というか、なんていうか、うん。で、ここ、油に使ってる、わかりますかね？ドロッとこんな風に。はい。これが人の死体の油なんですね。先に行ってもらえますか？あ、そうですかね。はい、誰の？まあ、おそらくは、亡くなった女性の方のですね。で、特に強い、油と言われているのが、妊婦さんの顎から、こう、死体の顎を炙ってると、こう、ポタポタ油が垂れてきて、まあ、それに魔法植物と呼ばれているハーブ、何種類もあるんですけど、それの油と、こう、まあ、調合したりして作られるのが、こちら、ナムマンプライっていうんですね。で、これが実は大魔術の中だともう、欠かせないものでして、まあ、いろんなものに使われてるんですよ。で、これ、まあ、言われとしてはですね、人の死体の油を使うことによって、幽霊を操ることができる。今度、幽霊を操れるようになっちゃうんですね。それはなかなかのアイテムですね。操れる上に、あと、死後の世界の存在のものが、この世で活動するための、まあ、養分のようなもの。にもなってるというふうに言われてるんですが、ここでちょっと気持ち悪い話が、この操れるってところが、結構変な解釈されてるのかわかんないんですけど、これを人に飲ませたりとか、あとつけたりすることによって、その人を操れるようになるっていうふうに、もう言われてまして、要は恋した相手の飲み物とかにこれを仕込んで、好きにさせるぞみたいなやつも中にはいるらしくてですね、まあ、ちょっと気持ち悪いといえば気持ち悪いものですね。はい。すいません、これ初めから言おうと思ってたんですけど、ちょっとじゃないです。十分気持ち悪いので、いや、これ感覚的にどうなんでしょうね。ご視聴の皆さんどう思われますか？なかなか日本のお守り、まあ日本の呪術の中でも、ご遺体をそのまま使うとか、またご遺骨、遺灰を使うなんていうことはそうそうないことでございましょうから、ほとんどの方が馴染みがないと思うんですよ。で、呪物収集家の、まあ、方々というのはですね、結構自然とそれはこういうものを出て説明してくださるんですけども、基本は、やっぱりその気持ち悪さと相まって、こう、呪力というのが強くなるというふうに言われたりもするじゃないですか。まあ、人間がどう感じるかというのが呪術の根本に流れてますので、そういう意味だとパワーは結構強そうですよね。まあそうですね。で、そのパワーの強さで言うと、やっぱりね、こういう人の死体を 何かのアイテムにしようっていう発想のもとになってるのが、おそらくは僕、カパーラかなと思ってるんですけども、まあこれがまあチベット密教発とは言われてる。あ、その前の一応ヒンズー教の一応宗教画とかにも書かれたりもするんですが、これというのが人の頭蓋骨の上の部分で作った、まあ、頭蓋灰と呼ばれてるね、カップ状のものがあるんですけれども、これというのが要は、自分の死後にも、自分の体の一部を使って仏教を流布したいとか、やっぱりその同じく短文したい、徳を積みたいといういろんな思いがあって、物として別のものに転生するというような考え方が、やっぱそこに根底にあるんですよね。だからまあ、気持ち悪いといえば気持ち悪いかもしれないけれども、やっぱ結構、ありがたい考えでもあるのかなと思って、で、ここにそのカパーラの、まあちょっと東南アジアバージョン。まあピンポイントでタイではないんですけれども、タイとミャンマーに、まあ、分布しているタイアイ族、まあシャン族とも言うんですけれども、まあその人たちが作った、これパンネンというものでして、まあ形状が似てるから、ビルマーカパーラとも呼ばれてるんですけれども、まあ人の頭蓋骨の頭の、ね、上の部分ですね。じゃあこれ、
黒子さん。あ、結構です。結構です。結構です。わかりました。まあね、人のね、死体の一部をね、人に持たせようっていうこと自体が、ちょっとモラルに、ちょっと、問われるかねないので、ちょっと、ここは、もうあんまり強くはね、やらないでおきます。はい。そうだったもんね。決して遠慮してるわけではなくて、普通に結構です。はい。ありがとうございます。あ、そういえばですね、黒子さんに似ている呪物があるんですよ。お、ということは、普段から私のことを呪物に似てるなと思って見てたんですか？はい、実はですね、初めて黒子さんのチャンネル拝見したときに、あれこれの人、フンパヨンだってちょっと思っちゃったんです。いや、ちょっとよくわかんないですけど、フンパヨン。はい。はい、こちらがフンパヨンでございます。え？どうですか皆さん、これは。え、これに、あ、黒子ってこの人似てるなと思いながら。てか、これ何なんですか？はい、こちらもですね、人の結構、まあ、まあ、ここで言葉選んでもしょうがないか、死体の素材で作られている、人形なんですけれども、まあ、結構、ボコボコしていて、これが、糸が中で巻かれていた、いるものを漆で固めたりしたもの、まあ、その一部に、位牌とかが使われていてですね、これはね、まあ、日本的にわかりやすく言うと、戦ってくれる藁人形。これ、仮面ライダーのショッカーのパチモンじゃないですか？ああ、まあ、そんなに見えなくもないんですけども、違うんですよ。いいではないですか、これは。いいではないです。はい。で、これは、戦ってくれる、何でしたっけ、藁人形ですか？はい。で、実はですね、これタイの高名なお坊さん3人の位牌がこの中に、使われてるんですね。で、その一人がルアン・プーティムという方なんですけども、先行って先に。ひどいぞ、これは。先に行ってくださいよ。え、なぜですか？いや、黒子に似てるとか言ってる場合じゃないですよ。三人のお坊さんの遺体。はい。いや、ちょっと、まあ、一応言われを聞いていきましょうか。あ、はい。まあまあ、別に、あれですけど、特別なあれでもなくても、大体もう熊戸とかと似てる感じであるんですけれども、まあ、死後にも、まあ、徳を積み続けたいとか、まあそういう思いがあって、まあこういう形になるんですけれども、まあフンパヨンはですね、術式人形と呼ばれていて、これはもう結構呪術回戦とかにも出てきそうな言葉ですけれども、まあお家にね、いることによって、この坊さんたちが、まあ物理的に転生した姿の、このフンパヨンくんが戦ってくれるというもので、まあ、お坊さんの一人が、実は死んだ後にも100日間腐らなかったという、まあ、ニュースにもなったやつなんですね。確か2012年ぐらいだったかな。ヤフーニュースとかにも出ていて、死んでから100日間ずっと腐らなかった。で、やっぱこれすごいお坊さんだ。で、向こうやっぱり呪物文化だから、あ、じゃあこれで人形作ろうってなって、焼いて灰にした後、こうなりました。いや、まあ、いいんですけど、じゃあ、それで人形作ろうっていうのは、どういう感覚なんでしょうかね。それは、一般的な感覚なんですか、タイの方では。あ、僕もそれを温度感を確かめたくて、いろんなタイ料理屋さんに行って、まあ、いつもコロナ禍とかだからタイ行けないじゃないですか。あ、ちょ、それ、タイ料理屋で聞くんですね。その、収集方法がタイ料理屋に行くっていうのがまた最高ですね。いや、まあ、身近でタイ人って言ったらタイ料理屋さん行けばいるかなと思って、で、クマントンとかこのフンパイを持ってって、これ知ってますかって言ったら、とかなんかこう、嫌な。反応するから、ああ、結構みんな嫌なんだなーと思って、まあ、そんなに一般的じゃないっぽいですね。タイ人の反応が、通常通りと言いますか、身近に感じられてよかったです。はい。ありがとうございます。で、このウンパヨンなんですが、なんか詳しくお話しされてる動画が、ゆめろさんのチャンネルに上がっているんでしたっけ？はい、そうなんですよ。よく言ってくださいました。ありがとうございます。はい、僕の、実はタイの呪物として、一番最初にお迎えしたのがフンパヨンだったんですね。で、僕のチャンネルで、詳しくフンパヨンについて話してますので、よかったら僕のチャンネルで、見てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、今日はですね、タイの呪物をご紹介いただきました。呪物収集家の吉野夢郎さんでございます。チャンネルの方も概要欄に貼っておきますので、ぜひチャンネル登録と、高評価よろしくお願いいたします。そしてですね、何やら、
本を出されるんですか？はい、実はですね、呪物に関する本は、6月発売予定なんですけども、今いろいろ不明でして、よくわからない状況でして、この動画が出る頃に間に合ってれば、この多分概要欄の下に貼っていただけますと、大変ありがたいです。よろしくお願いします。都市ボーイズの早瀬さん、また不思議大百科の田中俊之さんと、共著で出されるということですので、ぜひご覧いただければと思います。ということで本日は、呪物収集家、また様々な肩書きをお持ちであられます、吉野夢郎さんをゲストにお迎えさせていただきました。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。